入ってたと誰か。そうだね。顔薄いなう。こんばんは。こんばんは。あ、本当だ。結婚して。お断りです。幼いんだよ。本当に。声も可愛いね。ありがとうね。結婚して。お断りです。お断りです。言われてないけど。うん、かわいそう。結婚して、お答えです。本日もかわいいです。ありがとうにゃん。お疲れさん。ありがとうにゃん。にゃん嘘とはまだ投げられるんだって。やだ。もう終わったのにね。ね、うん、口に色なさすぎてマジおもろいんだが。やば。マックスミル。今日はサラボンが練習してて、私はちょっとブログとか書いてたり寝たりしてました。お母ちゃんはサラの練習、サラと練習に来ると最近大体寝ます。はい、え、どうぞ。うん、ハッピーバースデートゥーユー。え、どっち派の人間？どっちでもいいよ。え、うわ、読んでなかった。尊いみたいな上り、ありがとうございます。ペーカペーカ、ありがとうございます。うんふーん、え、やばやばだよな。うん、でもバーベキュー派だわ、さすがに。さすがに。うん、え、サラちゃんがココアちゃんいないと寂しいって言ってました。だって、え、でも聞いたそれ。うん、え、あんなの話でしょ。うん、エフレッツ言っちゃった4日結局待ってるね。え、こんなに口に色がない人いるってほどないんだよ。ピカピカ、ありがとうございます。結婚して、お断りです。自宅まんよ。あ、こんばんにゃ。制服の前ぶり、ピカピカ、ありがとうございます。へー、ごめんね、忘れてた。頭配信なんだよ。頭配信。あれじゃん。何？あれじゃん。何？なんか汗っけ。ミクルさんが言ってたやつ。結婚して。お断りです。うん、忘れてた。何この高いんだ。うん。振りコピしながら湧き散らかして、え、めっちゃ暑いんですよ今日。ずっと半袖でした。でもなんか昨日さ、うん、サラとココアちゃんだけさ半袖だったじゃん。うん、研究成果すごくなかった。確かになんかダサかった。まあ、ミクルさん情報何かください。わかんない。え、なんかあるかな。あ、昨日移動中に何の髪型がいいって聞かれたので、うん、違う、その前に猫耳の話になって、猫耳するって言ってたね。そう、でまた聞かれて移動中に、うん、で、いつもハーフツインだから、うん、猫耳でいいんじゃないですかって言ったら、うん、ハーフツインだった。移動中の話をここは知らないから。そうだよ、昨日はちょっとカップル移動だったので、うん、本当レバーね。昨日話してた、あの昨日朝に夏休みみたいだよねって言ってた。今日は ここをカットしてくれて、ここのここならいいよ。結婚してお断りでーす。昨日これ、うん、ありがとう、ありがとうねー、ありがとうねー。え、ココアちゃんとカップルなんじゃなくて、
違います。ソバちゃんとはカップルじゃない。親友。マコトの友達と書いて親友って読む。マコト、あとマコト。あれマコトの漢字が分かんない。マコトってだっけ。マコト？真実の真。うん。書いて親友って読む。読みます。マコトね。うん。おいしい。トマさんありがとう。そう、誠と聞いてその感じが出てきて、それって真って読まないよなと思って。ごめん。あはは、すいません。で、迷ってました。ピカピカ、ありがとうございます。なんかちょうどいい、ウソデアタワーでコメント来ないから今日ウソデアタワーあんまり来ない。いいな、コメント来ないからちょうどいい。それはいいのか悪いのか。ちょうどいいご飯。ポテトです。どうでもよくない、楽しかったです。サラ、どうでもよくないの好きなポイント、10個ぐらいメールに送った。うえー、すごっ。10好きすぎて。ピカピカ、ありがとうございます。12日申し込めました。ありがとうございます。うん。待って、なに？流れ星ありがとう、たくさん。うん。投げれるらしい。めっちゃポテト食べるって言われたけどさ。その3問とかで終わりませんからそのね、ちょっとイスタワーどうやってゲットするのか分かんなかった。ね、3問もらってない。なんかチケットもらったけど、どこで交換するのか分かんない。開けても大遅刻だったんだ。でも昨日途中入ってきた人いたな。うん、うん、ラゲットは、まあ、バーベキューかな、どっちかといえば。今から、うん、ポテトはケチャップもらいます。ねえちゃん、ありがとう。こちらこそ。なんか顔が広いんだね、うん、結構名前呼ばれてたよね、ココハナットの人たちも。もらい方分かったんだ。あさつきちゃん配信してるんだ。ゆうきんちようこそ。ねえ、言わないで。え、ごめん、ごめんなさい。いいですよ、ごめんぬ。いいよ、ね、モジちゃんのバーベキューはつけません。確かに昨日もハンバーガー食べてた。うん、でもあれはハンバーガーじゃない、うん、サンドイッチです。オシャンバーガーっていうか、あれはサンドイッチ、うん、本当のハンバーガーはあれじゃない。限定ソースね、今なかった。何もハンバーガー食べたことない。ハッピーセットでもチーズバーガー食べた。確かに。あー、うんふんね。
なんか求めてた今これを。ビガビガありがとうございます。うんうん。なあ、これやばい。これやばいです皆さん。よかったです。うん。やばい、これ、うん、え、原フィレオ。いつもこれにしようかな。めっちゃ美味しい。食べたことないハンバーガー。え、やばい。倍のハンバーガーやばい。うんうん。結婚して、おごたりです。普段テンションどっちがおかしいですか？どっちもおかしくないです。いや、おかしくないよ。ピカピカ、ありがとうございます。ココアちゃん、本当に変だよ。昨日の X もそのポーズだったね。どんなポーズしてたかな。うん、もうだけだけ。うん、いますよ。こんばんは。食レポ下手だねって言ってる。食レポ求められてるから。どうしよう。チーズが入っているときには感じられない肉肉しさ、うん、そして、うん、ケチャップが相まって、うんうん、さっぱりしてますね、うん、上手。ね、今日ココアちゃんね、一昨日から変わんない調子です。調子どんな感じって言われてる。あー出た調子。いつも同じだよ。まあでも元気。いいこと。うん。うん。うん、制服の目なりました。なりますよね。ポテトはもうみんな知ってるから。結婚して、あ、もう誰です。うん、ココアさんはサーザンのこと好きだって。うん、まあ普通です。え、うんって言ったの。キミエさんが好き。キミエさんが好き。サータン側でココアちゃんのコメント多くないだって。なぜか、うん、なぜか、サータン側で、うん、ココハちゃんへのコメント多いねだって。まあ読んでくれてるんでしょ。うん、揚げたてじゃないかな多分。普通ぐらい。うん、ハートありがとうございます。こんばんは。え、公式 LINE さ、ココハもなんかもう暇な時永遠送ってるんですよ。あっていう文字をあ、あ、あ、あって送ってるんですけど、結構同じ人が出てて3回に1回ぐらいのペースで君江さんですね、私も。なんか私出ないです。うん、サータン出ない。でもあるはずなのにめっちゃレアなんだと思う。でもマリンさんまだ出てない、ココハ。うん、確かに。人は違うから。ココハめっちゃ出る、うん、ココハは自分で今日2回かな。ファンだったら出てきた。うん、あ、用事にやった。これもう、あでね、もう多分ね、なんか私出ないです。200ぐらいはやった、両方出たよ。昨日からずっとやってるね。ありがとうね。9回目、5回目と9回目、ありがとう。なんで出ないんだろう。うん、
まやさんも出てない、ココハも出てない。あ、レナは出た。十二期サータン以外出たかも。待って、違う、待って。え、確かに、うん、サータン以外出たかも。えらい、ありがとうございます。え、なんで出ないの。虹挟んだんだ。みここはめっちゃ遊んでるよ。流れ星ありがとうございます。サータンいない。サータン出た人これでさ、いなかったらさ、なんだろうね。ね、え、本当にサータン以外出たわ、よく考えても。うん、うん、サツキチX で10人ぐらいをサイクルしてそうというポスト。いや、全然そんなことない。ココハめっちゃ遊んでるから。そうか、提出してるの。3回しかやってないの。そうだ、出ませんだって。え、なんでいないのかな。そういうことか。12期1人だけいなくさせることによって、うん、もっとみんなに LINE を送らせるっていう、そういう戦法なのかもしれない。出るまでね、うん、あ、ハタゴンさん今回出てないかも、まだね。ハタゴン出てないわ、見たい。食べてない。スタンプが良くないのかも。そうかも。てかね、あれね、リボンの色で分かった。動物だけ見たら分かんなかったけど、リボンの色見て分かった。もかはちゃん1回しか出てない。おみくじコンプリートありがとう。作戦ありそう。うんうん。ハナも出ました。うんうん。コソコソサイリーもありがとう。本当にありがとう。確かに、ね、おみくじっていつまで。確かに、なんか年始だけだと思う。ね、ご飯、うん、みんなも知らないんだ。お、お疲れ様です。劇場でよくマジですか、嬉しいな。劇場でよく会う人めっちゃ覚えてる。素晴らしいね。うん、めっちゃ見たことあるなっていう感じ。ごめん、ありがとう。まだ名前と一致しない。名前はね、うん、こんばんは、初見コメントありがとうございます。はじめまして。でもさ、毎回見る人とかさ、うん、すごくない？うん、でもなんかさ、そういうやつあるらしいよね、なんか。え、そうなの？うん、サラが当たるみたいな。え、なんか毎回同じ席にいるなっていう人がいて、うん、その人と年間シートみたいな時に、そう、なんかその月はずっと見れるみたいな。え、すごくない？しい。うん、うん、なんかウィンクしてのうちはありがとうしてってことだよね、これは。とっ
っと唇に色がないのでできないです。劇場来てほしいよ、うん、今月も公演来てね。今日は可愛くはない。3連続言わにゃんだってってことはお仕事。お仕事です。劇場でしかね、すごいよね、自作のさ服ありがとうね。サラちゃんお高い、サラちゃんお高い。え、誰？あなんじゃい、なんじゃい、茶番かよ。うん、見たことあるみたいなね。唇にケチャップやばい。死ぬ。やばこれ。サータン激レア説です。うん、いないかもよ。え、決定したのに。うん、まあそれはそれでいいか。うん。ね、劇場でも会いたいね。東海で答え合わせね。観覧車乗りたいな。泣いてるって。かわいそう。ね。嘘。今吸収しなよ。え、イズリンさんの好きなんじゃなかった？あれ？え、待って、イズリンさんも好きなんじゃないっけ？あれ？ブログ見た？みんな。ブログ書いてる途中で寝ちゃってたんだよね。ブログ書いてたら寝てました。やっぱりさ、一回起きるとさ、怒ってるよね。え、どういうこと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 、今度ね、今度、今度詳しく話しよう。寝ぼけて起きてこと？怒ってるよ。寝ぼけながら怒ってんの？やば、全然記憶にないんだけど。一回起きた記憶もないんだけど。どっかで使うから。うわぁ。だから寝起きが悪いとは違うよね。だって起きてないもんね、うん、ここは。起きてるんだけど別に。起きてないよ。起きて、記憶がない。結婚して、危ないです。サラに会いたくて会いたくて震えるだって。会いたくて会いたくて。ああ、サラの青春だ。え？青春グローイン。さっき変な音歌ってたら動画撮られてさ。うん。気づかんかった。盗撮のプロです。別に変な歌でもないんですけど。何の写真あげたかな。え、なんか私が初めてなんか推しみたいな、なんていうか、うん、そういう感情になったのは西野カナさんが初めて。うえ、曲いっぱい聴くとかそういうの西野カナさん初めてだった。へえ、かわいい、ありがとう。見つめ合う。え、オルさんも盗撮得意らしいよ。じゃあどっちが盗撮できるかやらないとね。怖。見ましたか皆さん、青春グローイングオルさん。あ、見てた、見たかった。見てよ、見ないと。見てちょ。だってそれ十分ないから。いる、終わりにしようかな。え、終わるの。え、じゃあココちゃんやってていいよ。いる、
だって充電ない。え、あるよ。何パーセントあるの？やるなら全然。何パーセント？いいよ。短いんだ。2メートルあるよ。違う、サラのがね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。え、聞こえた？ DMM で。いや、聞こえない。聞こえないけど、見えたんじゃない？え、わかんない。サラも見てるもん。いやまだ見てないな。ピカピカありがとう。え、だからカラオケとか行って歌ってたの西田さんでしょ。特技だからさ、ちょっと西野カナさんだよ。カラオケで歌ってんだよ。カラオケでもやってた。お母ちゃん今日も可愛いよ。だって見えてないやん。ほんとだよ。さらにいつも言わない人がやって、あざ。サイリームありがとうございます。こんばんは。震えますね、会いたかったら。え、そうなの？ああ、なるほど。キミエさんってことか。キミエさんに誰かと思ったの逆に。え、違う違う、急に、え、どういうことってなった。キミエさんか。ジラシーのアリバイ？何に？ジラシーのアリバイ。心の奥の。これはね、なんかちょっとエピソードあるわ。何？もう心の奥のってココハのなんか歌詞みたいじゃないですか。奥ので、なんかそれをもう制服の恋が始まる前からずっとサータンが言ってきてたんですよ。なんか一緒に制服の前に練習してきてる時もそこの歌詞だけを奥のみたいな誇張して歌ってきたり、まあね、制服の前始まる前もね、もう結構ずっと練習してたんで、なんか S のアンダーの合間とかに気分転換ねやってたりしてたんですけど、でだからもうココハ的にはもうそれがね、結構もう心の奥のみたいなココハのって思ってたんですけど、最近みゆちゃんがね、ねえねえ心の奥のって歌詞さ、なんかココハちゃんみたいだよねってめっちゃ嬉しそうに話してきて、でも私的にはもう 4,5 ヶ月前からずっとサータンに言われてるあれだったので、なんかあ、そうなんだよねみたいな、ちょっとうまい返しができませんでした。奥のもう4,5 ヶ月前のやつなんて、うん、でもさ、なんかそれをさ何も知らずに言ってきてるみゆちゃん可愛い、うん、めっちゃ可愛かった。純粋ピュアピュアピュア、ほっこりです。うん、でも本当に奥のなんだもん。うん、あれはごめん、本当に奥ので。本当にココハなんだよね。なんでだろうね。あらら、奥のみんな思ってたんかな、うん、みんな気づいてなかったんかな。え、さすがに気づいてるんじゃない。さすがに気づいてるか。うん、いや気づかないかな。いや気づかないか、気づかない、どっちだろう。気づく、気づいてないです。心の奥にしまっておきます。さすがサータンファン。言うことが似てるサータンに。さっきと同じ人。あ、気づいてないんだ。うん、な、意外とね、だからそれは愛が足りないと思うよ、ココアちゃんファンの方。それはダメだよ、愛をもっとあげないと。え、だからジェラシーはココアちゃん、コールある？ジェラシー？ジェラシーってコールしてますか？でもできなくない？みんな歌ってるからずっと。いや待って、かん、え、感想とか、あ、感想って名前は言ってないかも。そうね、よし行くぞー的なやつあるか、うん、どこに行くの？待って、コールってさ、行くぞかどこだよ。コールってどこから来てるもの？何を、誰が始めたんですか、コールって。コールってさ、誰が、何、ど、いつからやってるんだろう。なんかすごい文化だよね。あ、そう、サータンは愛が足りてるからさ。でもそれは愛という愛ではなく、やっぱ心
心の友。優しい。ココハが奥のって呼ばれるの嫌いだから意識してなかったんだって。え、嫌いなの？いや、そうよ。でも言ってんじゃん、ずっと。サラはいいでしょ、その奥のは奥の。いや、別にそれはね、それは、まあ、普段から言ってないからね、うん、やめてね、みんないじめ疑惑はやめてね。あ、どうも、ありがとう。こんばんは。なんかいつから始まったんだろうね。まあ確かに、確かに。え、でも分かる、なんか珍しい名字って羨ましい。鈴木ってどこにでもいるんだよね。じゃ何が良かった名字。さんずいがついててほしいの。さんずい、爽やかな感じがいい。さんずいで。え、なにどういう意味？鈴木をさ、さんずいのありの感じで。あ、そういうこと？あ、ならいいかも。あ、いいんだ。うん、ならいいかもしれない。なんか、じゃあ、で、待って、そのちょ、お互いの、うん、あ、何っぽいか。そう、ご飯もあるな。ちょっと待って、はいはいはい、分かった分かった。何？城ヶ崎待って、前も言ってなかった、うん、それ。なんでも決めてんだもん。どういうこと、なんで城ヶ崎、うん、出会ったことないんだけど。お嬢みたいな私は、まあ絶対田んぼの田がつくの。うん、だから藤田とか。藤田か藤っぽくない？藤っぽい、ちょっと藤っぽくない？藤田ですか、私。藤田っぽくない？私藤田ですか。いや、私城ヶ崎ではないと思うんですけど。城ヶ崎でしょ、それは。もううまいと思う。城ヶ崎サラってさ確かにサラ合わせてなかった。じゃあ普通に名前は？名前、なんかそんなさ、なんか名前のバリエーション出てこない。うん、それな。難しかった、ちょっと難しかったです。でも作業をついてそう。すみれ城ヶ崎すみれ待って、めっちゃお嬢様城ヶ崎すみれでわかりました、もう城ヶ崎すみれでいきます。うん、はい、ここは？そうそうがつく。藤田そう。やば。そうがつく。清掃あたりがつくから。うん。何？なんだろう。でも絶対作業だよね。みんなわかるよね。すみれ。ねえ、同じじゃん。意味わかんない、意味わかんないんだがでも、そがつく。結果して、あ、答えます。そがつくのよ。そもちゃんだって。あ、でも、え、もうわかる。そだよね、わかる。その、藤田そのちゃん。え、怖くない？うん、じゃあ、私は城ヶ崎。え、待って、ここからのイメージ。藤田そのちゃんに。木本せな。え、ちょっと待って、誰？なんかさ、いいね。フルネームでさ、なんかさ、考えてくれるのいいね。やだ。そのちゃんならそのがいい。その子とか。その子はやだね。そのちゃんは俺します。やめてよ、伝わんないから。こんばんは。いや、めっちゃソノ。やった。本当にソ。ソがつく名前ね。うん。ソがつく名前。じゃあ何他に。でも空とかではない。ああ。違う。ソノ。ソノで。今日からソノで。ソノ。ソノです。ソノ。
の子じゃない、そうなただの園ですこんばんは。ミクだったらキュンとするかもってどういうこと？どういうこと？ミクだったらキュンとするかも。名前でキュンとするってあるんだね。そう、隣は城ヶ崎すみれちゃん。藤田園ちゃんがいます。で、なんかコメント欄にミクって言うとキュンとする人がいます。めっちゃおもろくない？分かんないんだけど不思議不思議だねスータンだねスータンスータンですそのはあぶねそのから一人称ソノにしよう誰にも通じないよソノは、うん、なんでピカピカなんだろうね、思った。ピカピカピカだよね。ピカピカでーす。ピカピカの1年生こんばんは。そのは広島弁ですね、普通に。でもあんまり出ないですね。じゃあ広島弁で喋ってみるわ。お願い。何今の願いみたいな。願い願いを強く言ったみたいな。願い。そしたら、お母ちゃんに内緒って書いてて中は読んでないですよ。中は読んでないですけど、でもめっちゃ思いっきり帰りの車両の中で隣で開けちゃってフルピー、うん、城ヶ崎見てないって。そんな見ないよ見ないよそんな見た？ 500 年後はさ、全員佐藤になるってニュース。本当のニュースじゃないでしょ。え？あれ嘘なんですか？え、そんなわけなくない？どういうこと？500年後は、なんかあの、なんていうの？そんなわけなくない？結婚してもさ、どっちの名字になってもいいみたいになってるじゃん、今。うん。それを続けていくと、もうどんどん佐藤だらけになるらしいよ。なんでだよ。え？あるよね。え、なんで？どういうこと？なんで？わかんない。あ、見たよ、だって。ほら、なんで？どういうこと？佐藤になるの全員。佐藤を選ばなければいいはずだって。え？
佐藤を選ばなきゃいいじゃん。うん、でもどんどんさ、え、いやだって大体さ、その男性の方じゃん。うん、で、そうすると思うね。あ、そうしていくとってこと？え？え、でも結構、いや私は城ヶ崎なんで、まあ、うん、別にあれなんですけど、鈴木も結構怪しい。はい、え、ここにダンボールじゃなくてゴミ箱、びっくりしました。疲れた、ね、やっほー、うん、でも大丈夫だよ、多分レドのファンだからあれしたの。ハロー、ボンジュール、ニーハオ。いた、こいつがいたぞ。寝てる、やだ、もっと可愛くしなさいよ。やっほー、トニートニーチョッパーです。トニートニーです。トニートニーです。可愛い子来た、見る目ある。このルームの人は見る目あるね。なんかおもろい、癖強い。あかん、見る目ないわ。こっちは見る目ない。はじめまして、自己紹介しますね。はい、藤田園って言います。あ、城ヶ崎すみれです。宝塚ですか？え、名前聞いてもいいですか？はい、トニートニーチョッパーです。何それはちょっと違う。何、トニートニーチョッパーって何？え、知らないの？知らない、ね、え、トニートニーっていうの？チョッパーだよ、知らない？チョッパーは知ってるよ。トニートニーっていうの？そうだよ、医者なのは知ってる。知らない、知ってる、キノコですが、どっか足やめて、足やめて。アリタ、いや、アリタはきついわ。アリタ、うん、決めてくれんの？うん、アリタ、サキ、サキです。アリタ、サキで、うん、サキです。城ヶ崎さんがいいんだけど。城ヶ崎、ね、城ヶ崎なの、うん、やば、やば、え、なんで城ヶ崎ってそんなになんか有名なの？有名だよ、だってちびまる子ちゃんの城ヶ崎じゃん。城ヶ崎さんじゃん。確かに、ちびまる子ちゃんめっちゃ好きだから。なんで？意外だね。何が？城ヶ崎さん好きなの？ワンピースじゃないんだ。確かに。あ、本人じゃん。ワンピースってね、しまうよ、すごい。違うの。アイロンかけない。選択したから。アイロンかけない。アイロンない。あるの、逆に。あるよ。あんの？かけるじゃん、毎日。かけないよ、アイロンをかけなくていい、アクロンを使ってるから。何アクロン？洗剤の名前だよ、アクロン。なるじゃん。アクロンだよ。アクロンです。え、ユアニャンって城ヶ崎らしい。ユアニャンが城ヶ崎さんなの、うん、そうなんだ。え、何これ、カフェオレ、カフェラテ、なんで飲めるの？レナのお母さんいつもカフェラテだよ。けど飲めない。レナオレンジジュース、仲良しだ。オレンジジュースだよね、うん、飲める？飲めない。飲めない、相当入れた。入れた、うん、何個？1個。おお、1個なんだ。砂糖じゃないけど2個飲めた。よし、帰るか。いいよ、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 よし、行きますか、そろそろ。もう一回挑戦する？何に挑戦するの？
ミシャンに。コミシャン使えますかって聞いてみるか。使えるよ。そうする。何それ。そうなんだ、それが問題すぎる。9わかんない、なんか2は絶対無理じゃん。アリトサキバイバイ。どういうこと？ネクストイリュージョン。いやいや知らない。イリュージョンすんの？いやいや知らないよ。知らないよ。きっとネクストイリュージョンだから。何？See you ネクストイリュージョンだよ。怖い。終わりに言うの。See you ネクストイリュージョン。言って下からキラキラと消えていく。じゃあトニートニーチョッパー帰ります。アリトサキです。うん、サキちゃんって言われてるよ。いやだから。バイバイ。トニートニーチョッパーがいいから。じゃあ枕元とどっちがいいの？トニートニーチョッパー。バイバイ。サキちゃんバイバイ。バイバイサキ。トニー帰ります。アリサキバイバイ。違うやつになってる。アリサキどこか行きました。やば、ちょっと終わって2回行かなきゃ。ここは使命が。え、もう終わる？今何時？わかんない。何時ですか？何時？29だって。ワンちゃん、ワンちゃんは男の子。サータン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 、お星様魔法使い、お星様。そろそろ終わりたいと思います。サータン、柏餅、サータン、ありがとうございます。え、ここは藤田です。以上、城ヶ崎すみれでした。以上、藤田なんだっけ、忘れちゃった。そうの藤田、そうでした。